平野紫仕様とリーハタシダンスコラボで燃え上がるファンの興奮とおそろコーデの波紋。ダンスの新たな可能性を切り開くコラボヘイヤ仕様が、世界的なダンサーリーハタシートップのコラボダンス動画を公開し、その熱狂がファンを魅了している。9月25日に自身のインスタグラムにアップされた、ザ・ファースト・オブは、 パフダディザ・ファミリー・フィートゾー・アイドラズ、フレンチ・モンタナへのプロウェイ・チエックに合わせた二人の見事なパフォーマンスでダンススキルの高さが際立っていた。リーハタ氏は以前、キンプリの楽曲にも振り付けを手掛け、その高難易度のダンスでグループの印象を一新させたことでも知られている。 平野は林畑氏の才能をリスペクトしており、ファンの期待に応える形で実現した今回のコラボには、多くの歓喜の声が上がっている。第一章、コラボに沸くファンの大興奮動画公開後、ファンからは、かっこいい、最高です、鳥肌が止まらない、といった絶賛コメントが相次ぎ、平野と林畑氏の共演に対する期待感が高まっている。 平野のダンススキルとリンハタ氏の緻密な振り付けが見事にマッチし、これからの共演にますます期待が寄せられている。第2章、おそろコーデが引き起こす悲鳴一方で、コラボ動画に先立つ9月23日、平野はリンハタ氏とのおそらくプライベートなツーショットを公開。しかし、二人が同じファッションアイテムを着用し、おそろコーデになっていることが一部ファンから賛否両論を呼んでいる。 特に、被服被ってますしょう、という平野のコメントに対して、ちょっと複雑、これは素直に喜べない、といった声が相次いだ。第3章、背後に潜む不穏な空気一部のファンは、リーハタ氏が金プリのイメージチェンジに寄与した一方で、彼女の一部の発言に対して批判的な立場を取っている。 その中で、おそろコーデのツーショットが、相手の方にも失礼、く君にも迷惑かけることになる、といった反論がなされ、ファンコミュニティ内で論争が巻き起こっている。ファンの複雑な心情と、期待平野を取り果たしのコラボは、ダンスの新たな可能性を広げ、多くのファンに感動と興奮を与えている。 しかし、一方で恐ろコーデのツーショットがファンの中で論争を引き起こしている現状も事実だ。ファンの複雑な心情と期待が入り込んじる中、今後の平野鳥り畑氏の活動に注目が集まることは間違いない。